どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新発つけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回はですね、東京都豊島区池袋にありますインド料理レストランサフラン池袋店さんに来ております。こちらですね、様々なインド料理が楽しめるところを今回やっていくんですけども、今回ですね、その激辛料理があるんですけれども、世界一辛いカレーセットというものに挑戦していきたいと思います。まあなんとも挑発的なメニュー名なんですけれども、このメニューですね、一応ね、なんか今まで、4万人近く挑戦してきて、完食者はね3000人ぐらいということで、約 10% の完食率ということでね、過去に世界一辛い唐辛子としてギネス登録された、あのブートジョルケを使っているところで、とんでもない辛さだと、今日もね熾烈な戦いになるかなと思います。はい、それでは行った人の感想を見ていきましょう。サフラン池袋、幻のインド料理、世界一辛いカレー、ブートジョロキャ使用、完食率 10%、 文句なしの超激辛、むちゃくちゃ後を引く、口の中で辛みが膨らみ爆発するというレビューが上がっておりますけれども、まあ本当にね、とんでもない、衝撃の強い、カレーかと思うんでね、ちょっと、ね、早速中に入って、調査していきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、それで早速中入ってきたんですけども、こちらねメニュー表あります。さまざまな、ね、カレーのセットがありますけれども、一番人気はこの王様ランチということでね、まあいろいろあるんですけれども、今回はですね、世界一辛いカレーということで、チキンカレーがベースとなっておるんですけれども、こちらね、あのライスとナンが、どちらも選べるということで、僕はねこのナンをチョイスいたしました。一応ねこれ完食すると、認定証がもらえるんですけども、これね、ルールとしては、ね、これ一人で食べきることが、一応重要となっておりますんでね。これね、世界一辛いカレーに挑戦するためには、これ誓約書が必要で、説明書を見ますとですね、当店の世界一辛いカレーにはブートジョロケを使用しております。これはタバスコの約 401.5 倍の辛さと言われています。無理をして完食された後、口内や胃などに不快感が生じる可能性があります。あくまでもご本人の承知納得の上で召し上がっていただくことになります、ということでね、タバスコの 401.5 倍という、これとんでもねえ辛さだということで、これはやばいね、チャレンジはあくまで、自己責任ということで。いただきます。さあ、世界一カレーセットさん、お手並みを拝見ですよということで、こちらが世界一の辛さを誇るカレーですけれども、うわ、非常にこのナンがまたこれ大きいんですわ。うまそうですね。はい、じゃあちょっとまずルーからいってみましょう。いただきます。あ、強烈。これは凄まじい。ちょっと間髪入れずに、何行きましょう。チキン、チキン大ぶり。チキンは大ぶりでプリプリですけど、これは、
きや強烈だね。あ、汗かやばいね。このインドカレーレストランでこのブートジョルケの粉とかをこう使用するところってあんまないんですけど、辛いね。あの実を言うとね、僕1年以上前ぐらいに全く同じもの食べに来たんですけど、いつまでたっても辛いもんが辛いということですよ。うん、うわー汗が止まらない。これは辛い。間開けるのと水飲むと良くなって余計辛くなる。あ、チキンはプリプリで美味しいな。チキンラストスパート、ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ダメだ、カレー。それでは辛さレベルの発表していきましょう。サフラン池袋さんの世界一辛いカレーセット、辛さレベルじゃらららじゃん、辛さレベル8です。はい、8です。時間を経てば経つほど辛みのねダメージがすごいね。これね、攻略の鍵は間を空けないで、バシバシバン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 、食べきることが、重要かなと思います。本当に、ね、もうね、口、そして顔、そしてお腹の方がね熱くなってきました。これね、空腹で挑むとお腹がこうガーッと多分腹痛に見舞われたりするんで、これ気をつけてください。結構辛い。やっぱねギネスに登録されるような唐辛子使ってるんで、これはね危険ですね。辛い。チキンがねもうプリプリで、美味しくてね、数十種類のスパイスを使用しているということでね、非常にこう香り高い味わい深い、ただ辛いだけじゃないカレーでしたね、うん、ただねめっちゃ辛い。激辛好き、カレー好きの方はぜひ来てみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター、更新しますんでぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。